ポンタです。ジョーです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もニューヨークからお届けいたします。はい、今回は PHP 研究所っていう、出版社からの、コンクールがあったんですね。はい、昔からありますね、PHP は。はい、その部分の、あのコンクールがあった時に、あのいくつも賞を出したんですけど、その中の、高校生大賞において、一度受賞したんですね、作品が。その後に、すぐに盗作であることが判明したので、受賞取り消しになったっていう、あの今話題の話なんです。普通はそうでしょう、うん。それは何が言いたいかというと、H 様のことね、氷説東洋作文がかつて、あの、大々的に話になりましたけど、ここで、その時の、あの、主催者ではないですけど、PHP 児童書出版部が開催した、第13回54字の文学賞、これの受賞作っていうので、いろいろ賞を出しましたけど、残念ながら、それが、取り消しになったっていう、これ話題なんですよ。で、これは、郵送するか、X で投稿しても OK なんですって。はい。その。54字だからね。うん。で、それやったんですけど、それいろいろ来たときに、だから X で反応されてるんですけど、この PHP 児童書出版部っていうのが。これが、要するに東洋だっていうことを、オリジナルの作品の方から指摘されて、取り消しになったんですよ。書いてあるのは、PHP のホームページから出てるんですけど、高校生対象、該当作なし、受賞作の盗作が認められましたので、受賞は取り消しとさせていただきました、オリジナル作品を公開してくださっていた作家様からのご指摘により判明いたしました、作家様の尊厳を傷つけるような発表をしてしまい、大変申し訳ございませんでした、作家様の迅速なご指摘と寛容なご対応に、感謝するとともに、今後の文学賞への盗作投稿には厳正に対処してまいりますっていうので、これもまあ今もうあのヤフーニュースやああいうものでもういっぱいあの出てるわけですけど、まあ簡単に言えばですね、盗作したら絶対にこんな賞は取れないということが一般的には当たり前なんです。でそれと対比してですね、 H 様っていうのは中学生の時に出した作文が盗作疑惑やと言って議論を湧いた時に、結局宮内庁はどう言ったかというと、要するに、その時の転用した文についての記載を忘れた、はどっかからあの転用してきて、要するにそこの中転載してきたもんですけど、だから出典の出所を書き忘れたってことでしょ、やったというようにしてあのごまかしたわけですよ。でも出典のところをそのままね書き写して、それが自分の作文だっていうのは、ちょっと、オリジナル作品とは言えないですよね。っていうか、あの、中学生の作文で、出典も何も、ないでしょう。うん、でもそのね。自分で書けよって感じじゃないですか。うん、JTB でしたっけ、出版局の方から。だってもう、ちゃんとした本の中の一文を全部コピペしてですね、自分とこの作文の中に入れちゃってるわけですよ。で、さすがにそれまずいんで、で、ね、それって、まあ、盗用ですよ、やっぱ。だから、盗用。間違いなく。強説盗用。なのに、いやいや、それは、一文添えてね、ここから、転用して、載せましたと。言って、言うのを忘れちゃいましたっていうようなことを言ってるけど、そういう問題ではないですよね。自分が考えたもんでも何でもないものを載せちゃったら、作文にならないじゃないですか。そんなものは。で、それなのに、未だにそれについて、結局、削除あるいはもうなんていうんですかね。もうやめることをしないまま終わってるんですよ。普通、あ、すいません、自分が気がつかなかったけど、いわゆる盗用に当たるので、今回はこの、出展しましたけど、作品を投稿しましたけど、やめますと。削除してください。この件に関しては、作品賞としても、やめにしてくださいというのは筋なんですよ。
そりゃそうですよ。でも、いまだに置いたままで、お金ももらったままですよ。だからね、私、この記事が出たときに、うん、なんか、H 様の表説作文がどうのこうのという題名の、うん、タイトルね。タイトルの、YouTube を出されている方がいらっしゃったので、うん、まあ、ついに、うん、あの表説作文は、うん、受賞取り消しになったんだなと思って、削除されたと。嬉しかったんですけど、全然違いました、ね、うん。違うんですよ。それはよその人の話なんで、残念ながら、まあ違う人なら、ただし、これは悪いですけど、これが H 様だから、いまだにこんなものを、こう、堂々と置いたままにしてありますけど、一般の人がやると、明らかにもう取り消しになるのは当たり前なんですよ。当たり前なのに、こうやって、H 様は、まあ、これを忖度と言えるのかどうかわからないけど、置いたままなんですよ。で、だからさ、それを入試の材料にしたりしてるわけでしょ？そう。しかもね、しましたとかって言って、ここの会社の説明はかなり言葉が厳しいですよ。オリジナル作品以外の投稿を認めておりませんと主張し、盗作行為については厳正に対処してまいりますと指摘。第三者の X 投稿作を自身の作品と偽り、 X あるいは郵送で投稿する行為は固く禁じます。悪質な場合は該当者による他のオリジナル作品の投稿についても、すべて注意、審査対象外とさせていただきますので、ご注意くださいと、注意喚起というので、こんなにきつく言ってるわけですよ。普通はそうじゃないですか。まあいや、もちろんそうなんですけど、普通はそうなんですけど、はい。で、こんだけきつく言えるのが普通の、いわゆるスタンダードっていうか、一般的な常識ですよね。はい。なのに、なんで H 様は未だにそれでも、記載漏れだと。自民党のあれと裏金飛んだし、あ、すいません、記載漏れでしたと。で、うん、言って、ごまかすわけじゃないですか、はい。悪意じゃなかったんですよ。記載するの忘れてましたと。はい。言うのと同じ。で、何百万円、何千万円みたいな、はい、ことじゃないですか。裏金とよく似たようなもんですよ。分かっててやってんのに、バレちゃったら、記載漏れだと言って。これも、だから、A 様のスタンスで言えば、あ、記載漏れですと。すいませんって言ってるわけです。悪いけどさ、それってろくな人間じゃないですよね。特にね、両親のある人だったら絶対にね、あ、すいません。だって本人だって嫌じゃないですか。うん、でも本人も、うん、例えばね、私が間違ってそういうふうにしてもらったら、うん、あ、ごめんなさいね、これ取り下げてくださいって。そう、絶対取り下げてくださいって言って、なかったことにもうやめてください、絶対言う。すいません、つって。ところがなんか話によるとですね、これこれを書いた人がそもそも宮内庁の職員だっていう話でしょ。ねえ、まあ、もうそれだったら自分と関係ないから、うん、ああ、そうですかってなるかもしれない。でもね、確かに。人に書かせといて、作品の賞をもらって、お金ももらって、で、後で、注意されて、盗用じゃないんですかって言われて、で、ああ、すいません、記載漏れだったって言って、それってもうね、自分がその立場だったら、もう恥ずかしくていられないですよ。お金をもらったっていくらもらったんでしたっけ？うん。それ書いた人にあげないとね、だから書いた人も今はダメなんだけど、その、いやいや、でも、とにかくその賞金云々観音よりも、とにかくその受賞を、受賞されたままなんでね、H 様の場合は。記録として残ってるわけでしょ。だから、それってどういうこと？普通はそんなもう全削除ですよ。オリンピックで言えば、後からドーピング検査で、黒になっちゃったら、全部の成績をなしにされるじゃないですか。いやとにかくこれはちょっと、やっぱりな、で、しかもね、これが一番困るのは、こういう記録が残ったままになるんですよ、H 様っていうのは。彼のヒストリーとしては。だからみんなに言われてるじゃないですか。うん。もうなんか後々まで、表説王子って言われるよって言って。それも海外にまでね。だから海外にも言われるよって言われてるじゃないですか。そう、イギリスにまでこれは、言われてる話で。台湾にも言われてませんでしたっけ？そう。香港とかね。はい。で、それを、こう、いつまで経っても残しといて、ずっと、のうとしてやってて、たまにこういうね、ことがあった時に、まあ、どうするんだろうって思いますよ。やっぱり、まあ、今となって遅すぎるからね、どうにもならない。まあ、もうなんか、皇室の株、落としまくりですよ。いや、しかも、一家は。いや、それもね、ちょっとね、どうですかね、これって、もう。それで結論はどうですか？いや、だから、こんなことがあるんだったら、それこそこれでね、
あの天皇陛下になれ資質があるんですかということですよ。これをないでしょうね。うん、これをやっぱりね、あの例えばこれに関与するというか、宮内庁の職員もっと上を言えば、国会議員の人もよくこの辺のことについては頭に入れてですね、この人を天皇陛下にするっていう男系男子のみで、あの英知様っていうストーリーはやっぱり絶対考え直してもらえないと、国家の一大恥ですよ、こんなので。事実誤認とか、事実誤認も何も 恥っていうことを差し引いても、うん、やっぱりなんか利権が絡んでるんでしょうね、秋信の方たち。いや、これはでもちょっとね、あのいくらでもこれは やめた方がいい。これについては見てもいい、あのいや、それは私たちはずっと言ってますけど、ね、疑惑で止まってるくらい来るなら、いやいや、あのそれはいろいろあって疑惑ですと、絶対に証拠がね出せない、例えば DNA 鑑定で武田さんが言った言わないっていうのの、そういう確たる証拠っていうのはなかなか出てこないので、あの相手から訴えられるじゃないですか。で今回のことで言えばちゃんと証拠があるわけじゃないですか。実際に投与したものはこれですよと。でそんなの、あの、あるにもかかわらず、それでもまだ居直ってるっていうのは、やっぱりちょっとね。だからおかしいって言ってんじゃないですか、みんな。うん。で、これはやっぱりそれは、あの、一般的な人だと、結局こういうことになる。うん。これが、英知さんだから、こうなってるわけだけど、あの、このことについてを、赤門さんとかの署名とかで、いろいろ、まあ、あの、批判されて、とうとう中止に追いやられてますけど、このこと一点については、事実誤認でも、何でもない、本当のことです。はい。で、これについては、もっと大きな声でみんなが発信してですね、言えばよかったと。で、それはやっぱり、一般的なスタンダードで言えば、普通の人がやれば、こうやって、削除され、注意もされて、受賞を中止にされるわけですよ。これは改めてやっぱり思いました、強く。つまり普通はそうなんですよ。こういうふうにちゃんと普通の人のようにやってくれと、強く思いました。こういう事件が起きた時に。今日はこんなところで、ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございました。